じゃあですか、一回歩いたとこはやっぱ強いですからね。で、これは、そう、有料駐車場が、あ、やっぱ人いっぱいいる。うん。やっぱ人気の公園なんですね。よかった、よかった。左折で入れないっぽいもんね。よし。これでバイパスで入れるはずなのら。そうですね。昨日こっちですね。ちなみになんか妙に魚が食べたいんで、魚と寿司屋か海鮮丼屋さんだったら帰りたいな。妙に食いたい。西郡パークね。これでもう富田林の方面に行ってくるんですよね。おお、でかい水もいっぱい出てきましたね。で、たくさんアクセスとかも出てきましたね。あ、大阪唯一の村なんでしたっけ。で、高槻半期の方を見てたりし、あ、寿司の出てきた。空いてたらもう寿司の入ろっかな。混んでるこの時間で3時前なんだけどね。あれ、駐車場いっぱいいた？あ、いっぱいだね。え？あ、ちょっと隙があるけど。あ、中いっぱいっぽいね。ああ。よし、諦めよう。え、なんか前この道上入ったような記憶あるね。なんつうルートに行ってんだ、俺。あれ、大和高田の方に出た時か。そうだね、あの時千早赤坂村通ってましたね。あれ、何の企画で走った時だ。あれ、動画回してたっけ。回してたね。で、回しててお蔵入りにしてた、ゼゼじゃなくて、あ、カツナギの方の散歩動画を急遽出して、そこのネタを回収しやがっていうふうなことやってたんですから。なので、新宮浜でも出れそうですし、武蔵節がなかなか、ひしむく感じで、スリルありますね。有料だったから。ETC のやつ買ったね。これ今、ふわっと、
に乗っちゃったかな。なんてこった。よく言うか。うん。手前の出口があるよ。面白い構造ですね。もう一切なんと。これ奈良に入ったんかい。いくらかわからんけど、めちゃくちゃ便利ですね。ああ、なんか行った。お、金貨もないよ。対面通行で。おお、そんなに高くなかったね。ならありですね。全然ありじゃない。
出た。謎地名トビ。これでトビは読めんよね。